ど、どうしてあの西昌さんはルーマシーなんかに用があるのかしら。ルーマシーって確か木しかないようなど田舎だったと思うけど。だよな、帝国の重要な拠点があるってわけじゃなさそうだし。正直私も困惑している。しかし思い当たる節がないわけではない。ルーマシー群島は確かにそのほとんどが木に覆われているが、森の最深部には星の民の遺跡があるでしょ。貴様なぜ知っている。いやね、怖い顔しないでちょうだい。あの森の中でのことで私が知らないことは何もないの。ただそれだけよ。やはり貴様はどうにも食えんな。いい女っていうのはそう簡単には美味しくいただけないものよ。そのタイミングをね、ちゃんと自分で分かっておくの。だから大丈夫、私だっていつまでも全てを秘密にしておくつもりはないわ。知り合いっぽかったよな。ん？言われてみればそうだったな。二人は以前から面識があったのか？ちょっと一言では言えない仲よね。ね、黒騎士さん。知り合いというほどのものでもない。ただ名前と顔を知っていた程度だ。この女は神出鬼没な上、目的というものが全く読めんからな。女心は空の底よりも深くって、そうそう理解できるものじゃないの。けど、私だって、ただ自由気ままに動いてるわけじゃないんだから。ルーマシーで勝手にオルキスを連れ出したりしてたけど、あれにもちゃんと考えがあったってのかよ。そうね、もちろん、ただ楽しいからで動くこともあるけど、約束があるの。もうずいぶん前にした約束なんだけどね。約束ですか？それって残念だけど詳しくは教えてあげられないわ。これは今私が語っていいことじゃない。まだその時じゃない。それよりも今は今でちゃんとすべきことがあるわ。私たちには時間がないんだから、魔物なんてさっさと片付けちゃいましょう。しかし、星の民の遺跡か。なんだってルーマシーの森にそんなもんがあるんだか。貴様も少しは歴史を学ぶことだな。いや、悪いな。座ってお勉強ってな、どうにも昔から苦手でよ。それに比べてお前は、ちっちゃい頃から本を読むのが好きだったよな。
今さら思い出話をされようと乗ってやるつもりはないぞ。なあ、それでなんだって星の民の遺跡がルーマシーにあるんだよ。それを説明するにはルーマシー群島の歴史に触れる必要がある。ルーマシーの歴史か。見ての通り未開の地だからな、あまり歴史はなかったように思うが、そういえばルーマシーは今でこそメネア公国領だが、確か以前はエルステ帝国の領土だったな。その通り、ルーマシー群島はエルステ王国時代からの領土だ。白空戦争後、空に残った星の民たちをエルステ王国が保護し、秘密裏にルーマシー群島を居留地として提供していたのだ。それをエルステの国力が衰退した機を見計らってメネアの連中が占領していってな。まったく、メネアの連中は価値もわからんくせに領土だけはやたらと。ちょっと待て、今当たり前のように話していたが、いくつか聞き捨てならないことが。知りたいのなら教えてやる。ただ先に魔物を片付けるぞ。少々群れをなしてやってきたようだ。エルステは以前から星の民とは友好的な関係を結んでいたのだ。まあ無論、星の民はこの世界の侵略者だからな。秘密裏にではあるが、オルキスのご両親がある意味その友好関係の象徴というわけか。しかし空に残った星の民というのは、白空戦争の後、全ての星の民が空の果てへと帰っていったというわけではないらしくてな。じゃあ今もどこかに、この空のどこかに星の民が？いや、それはない。私が知る限り、オルキスの父君が空に残る最後の星の民だったらしい。空に残った星の民たちは数十年前にはすでにオルキスの父君だけとなり、このルーマシーの居留地を捨てエルステのメフォラシュに移り住んでいたからな。そこでその人はオルキスのお母さんと恋に落ちたってことなのね。そうだな。なかなかその関係を認めてもらうのも苦労したそうだが。いや待て、そういえば確かまだ他にも星の民の生き残りがいたな。本当か？もしそいつに会えりゃ一気に空の果てまで。いや、そいつが今どこにいるのか私も知らん。オルキスの父君には弟が一人いたらしくてな。しかしその弟はオルキスのご両親の中に反発し姿を消してしまったらしい。そんな人がいたんですね。今は何をしているんでしょうか？さあな、一切話は聞かないが、ともかく無駄話はここまでだ。じきにルーマシーに着く頃合いだろう。油断するなよ。捧げる前は一つ。
氷の花と散りゆくがいい。グラシアスメイル、さらばだ。除去終了。本当変わらないわ、この森は。それがこの島のいいところでもあるんだけどね。さて、それでどうやってここから西将さんを探す？闇雲に探すにはこの森はちょっと広すぎるぜ。まずは西将殿の姿を見たという秩序の気空団のものを探そう。目撃者がいるのならその本人から話を聞くのが一番確実だろうからな。なんだか懐かしいわね。あなたに初めて会ったのもこの辺りだったかしら。あん時は本当にびっくりしたぜ。いきなり声をかけてくるんだもんな。可愛い子を見たら少し意地悪したくなっちゃったのよ。ごめんなさいね。以前にルーマシーを訪れたのがもうずいぶん昔のことに思えるな。あれからいろいろあったもんな。何遍死にかけたか数える気にもならねえぜ。けどくぐった視線の数はそれだけ強くなったってことだわ。前は苦戦した相手もきっと今なら簡単に倒せるんじゃない？じゃまそうであることを祈ってとっとと先へ進むとするか。試してみたいギミックがあってね。ああ、よかった。妙だな。お、どうしたってんだよ、そんな難しい顔して。おかしいとは思わないのか。我々が島に上陸したにもかかわらず誰も姿を現せない。帝国兵はまだしも人の出入りを監視しているはずの秩序の気空団の連中すら現れない。つまり静かすぎる。一体何がどうなっている？言われてみりゃそうだが、まさかあの秩序の気球団の嬢ちゃんに担がれたってのか？それはないんじゃないか。そういう策を弄するような人物には見えなかったが。ともかく用心して進みましょう。私たちの預かり知らない何かがこの島で起きているのかもしれないわ。
リーシャ殿の話では秩序の気空団の駐在所があるのはこの先のはずだが、確かに何か妙な気配がするな。得体の知れない何かが待ち受けているような。どんな奴が待ってるのか知らねえが、この気配はただものじゃねえな。おい、けど話は通ってるんだろ。だったらそんなに警戒する必要は。いや、警戒を解くべきではなさそうだ。明らかな敵意を感じる。決して油断するんじゃないぞ。お前の終わりは見えていそう。どうしてなさい。おいおい、どうしてなさい。おいおい、我が誇りにかけて。幻想の中で滅びよ、セレネ・ディーロシー。グラフォス、どうか私に力を。世界我が剣にて魔王かと。シャルティファッカー。この勝利は次の戦いの。逃げろ。おや、ようやくご到着のようですね、フリーシア。これは一体。こりゃどう考えても見たまんまだろうぜ。どうやら俺たちはまんまとここまでおびき寄せられちまったみてえだ。